矢上氏、つくもです。偉人町に桑名さんが現れたそうですぞ。ああ、コミジュルだろ。今向かってるとこだ。おお、さすがですな。そういうわけで、すでに警察がコミジュル一帯を封鎖し始めています。マジか。包囲してから徐々に網を狭めて桑名さんを捕まえるつもりでしょう。矢上氏、どうされます？そいつを手配してるのは公安らしい。で、鍋さんによると桑名が捕まったら何か事故が起きる。事故？とにかく警察より先に桑名を見つけたい。つくも、あいつのとこまでナビ頼めるか？わかりました。では矢上氏はそのままコミジュルに向かってくだされ。僕は周辺の状況を確認してみます。あ、杉浦氏も派遣しますので。わかった、よろしく。こちらつくもです。矢上氏、どうぞ。ああ、多分コミジュルの前に着いた。ええこちらドローンから見ておりますぞ。警察が道を塞いでる。どっかコミジュルに入れるルートは？ご安心を。侵入ルートの調べはついてますぞ。ここは慎重。さすがだな。で、どうすればいい？バリケードの手前、白い車が止まっているのが見えますかな？ああ、あれか。車の脇にかろうじて人が通れる隙間があります。そこから中に入れますぞ。窮屈かもしれませんが、矢上氏の身のこなしをもってすれば問題ありますまい。了解。けど、さすがに人目が気になるな。それについてはお任せよ。いたぞ、こっちだ。つくも、ここからどこに行けばいい？工事用のフェンスに囲まれた奥がコミジュルのようです。ドアが一箇所設置されているので、そこから中に入ってくだされ。なんだろう、あれは。頼めるか？お任せくだされ。いたぞ、こっちだ。
法。ナビを頼む。それと桑名を見つけたらすぐに教えてくれ。あれ？おかしいな。もしもし。北方先生、どこですか？おい、どこだっつったんだ！でけえ声出すんじゃねえ。わざわざこっちの場所教えんな。黙って探せってか。でも広すぎんだろうが。しし、杉浦、つくも君が言わなかった。僕がフォローに行くよって。そうだった。八神さん、ここに来てる人たち RK だよ。じゃあ RK が警察より先に桑野を見つけたってことか。うん、ちょっと違う。さっき RK の奴らを警官がここに通してたみたい。どういうことかよく分かんなかったんだけど、見間違いかな。いや、多分見間違いじゃないよ。警察の一部がRK とグルになってるらしい。なんで？桑名を事故に遭わせるために。警察の上の方の誰かが桑名に消えてもらいたがってんだってさ。どういうこと？なんかすごい状況なんだけど。それとにかく警察や RK より先に桑名を見つけたい。あいつの居場所はわかるか？わかんない。っていうか、なんで桑名さんコミジュルに来てるの？誰か知り合いでもいんのかな？とりあえずこの建物の中をもう少し上まで進んでみるか。 RK じゃなくてコミジュルの人たちもいるんだろ。その人たちに聞けば桑名の居場所がわかるかも。 OK。 じゃあ RK の連中には気づかれないように。八神さん、 RK の奴ら結構うろうろしてるよ。ああ、でもあれだけ探してるってことは桑名の手がかりは掴んでないんじゃないかな。なるほど。じゃ、なるべく先回りしないとね。他に行けるところもなさそうだし、あの階段を登ろうか。
これ以上は登れなさそうだな。八神さん、下からも RK が来たみたい。このフロアで他のルートを探そう。ここからなら上に行けそうだね。よっ、よいしょっと。おお、やっぱ身軽だね。よっと。